今、お寿司さんが完熟ドライパイナップル食べてます。ありがとうございます。なんで完熟ドライパイナップル食べんのよ。完熟ドライパイナップル食わしてくれよ。今からラジオ取ろうって。取 <laughs> ろうって時に。食っやっぱ結局さ。うん、ドライが一番うまいんですよ。<laughs> ウェットじゃなくて。ウェットじゃない。ドライ,ドライな。ドライですこれ。凝縮されるからね。ねファミマのね。うんうん、ドライパイナップル。どうなんですか、これは。 いいや、初めて食べたけど、うん、うまいです <laughs> <laughs> まそれ以上の感想は特にないだろうね <laughs> マンゴーかなんなんですけどちょパイナップルあんま食ったことない、ね、ドライフルーツってでもさ、うん、めちゃくちゃ太るらしいね、うん、カロリーがすごい高いらしいんだよな<え>ドライフルーツってだってもともとのその果物の、うん、あ 果物の糖分だけかなこのでも砂糖もやっぱ入ってる入ってるだろうし結構その脂質はないんだけど結構糖分が強いからやっぱ結構太っちゃうらしいですねこのドライフルーツってそうなんだやばやばいとも思ってないあとあのさいちごのさ夜店でさいちごにこうあ、飴いちご飴いちご飴かいちご飴じゃない えっと、あれなんだなんだ思い出せ。お店の。ただからいちご飴でしょいちご飴だっけいちご飴じゃない。じゃいちごドライドライドライいちごドライいちごあれ俺すげえ。すごくない俺意味が全くかんない。今何何のことを言っていちご飴でしょだから。いちご飴って水飴じゃんはい。じゃなくてさ、最近流行ってるやつ。 なんかない、いちごの、いや、だいちご飴です。い最近流行ってるいちごの、あの原宿とかにある。お店の、そう、あるある。あるいちご飴か。あれ、いちご飴。そうか。あのコーティングされたいちごでしょ、飴で。そうそうそう。だ、いちご飴。いちご飴か。あれ、体にめっちゃ悪いって聞いた。絶対よくねえだろ 見た感じ、見た感じ、よくねえだろ、絶対。いや、あの、特にさ、中華街とかで売ってるさ、なんか、なんかいちごがさ。いちご飴、一番。どうした?。マジで。どうした?。 頭に映像が全然わかないのよ今そうなんかそれが悪いって聞いたんだけどそのイメージが全然湧いてこなくてあれなんだったっけなっていう状態です今あそうよいちご飴の映像が頭に浮かばないなんかあの普通のお祭りのイチゴ飴ではない気がするんだよあーそうですかなんかちょっとごめんなさい意味がわかんないことを言ってしまってますけどねちょっと熱さのせいもあるかもしれませんがああのまそんなことよりもちょっと原宿が今来てるっていう いう話をちょっともうどっからどっから言えばいいのかこの話をこれがさあるねなんだっけ皆さんもねまあある程度は届いてると思いますけどこの原宿の名声原宿しいな原宿すごいあのなんか薄々は気づいてたよ俺ちょっと前から なんかやたら純駆動になんかこうあま,あまあね純駆動さんとななんか純駆動のなんかでもしゃぶってんのかなって思うぐらい、うん、<laughs> こいつ純駆動の空しゃぶってんだろこ空を <laughs> カタカナの空の部分空だけを <laughs>、うん、しゃぶってるぐらいの三、まあ、月ですよ、ね、それはしゃぶってますよしゃぶってんのかよ <laughs> すごい呼ばれてるそうじゃなかったらならないからイベントに呼ばれたりとかまああとなんとテレビテレビだよ俺びっくりしたんだけどこのくらい深夜しかもさ緒方さんパンサー緒方さんとんでだよパンサー緒方さんと原宿と全然違うじゃんもうすごいよ絶対合わないじゃないのあの人ってどういうことなんだっていう内容もどういうことなんだあっそうそう前半俺見たんですけど マジでで意味わかんんななそうなんですよあの前半何にもさ進まなすぎ、うん、進まない <laughs> 後半にすごい多いのかな、ね、まあ一応その考察ドラマ、まあ、フェイクドキュメンタリーみたいなのを見てなぜか僕とパンサーの尾形さんが感想を話すというそうそうそうだけの15分番組「ど深夜に」っていう <laughs> いやーそうですねこれをね依頼が来てすごっ、うん、なんでだよなんで ってう <laughs>。本当だよ <laughs> なぜ俺なのかなって <laughs> あれ尾形さんは、うん、あれ毎週やっ,てやってんじゃないですか尾形<お>さんは固定なんじゃないですか固定なんだ、うん、でいろんな人とこうあそうそうそう,うだ俺以外にも結構漫画家の人とか来てるなるほどなるほどまあその,あのタレントに限らず各分野からまあ何か呼んでるみたいななるほどね その中でまあ俺なのかすごいよね選ばれてるところが結構だから意味わかんないすぎてそうなんかもう別に俺に責任もないなと思ってこれはまあまあまあそうだねで映像を見て話すだけだから何でもいいんじゃないかでも体験としてはなんか面白いなっていうのでまあ行ってみてすごいなやっぱテレビってなんかすごいねなんでいやもうなんかさ全部整ってんのよもう行ったら。 えー、スタジオに行ったらなんかなんかレンタルルームみたいな、まあ、レンタルルームというかハウススタジオに行ったらススもう全部の技術とかがもう深夜のさ全て照明とか線がつながってカメラとかマイクとかの全部がもう整えられてて。 もうとにかく尾形さんと一緒に映像を見てしゃべるだけマイクつけてるかかる見たけどえあれすごいさ何あそこに座ってくださいって言われてもう座って座ってじゃあ今から映像流しますみたいなそうで別にもうさ時間もないわけ俺が何者であるかみたいなことを言う時間も自己紹介なかったよねそんな尺がないからもうそんなのは言わずでそっかそっかそこはもうカットだと。 ご存知で、しょうがないと。うん、そうだよね。知らない人見たら誰だよだから誰だよこいつと思ってると思いますよ。そっか。日本の誰かは。思うよ。こいつ誰なんだみたいな。<laughs> な確かにそうよ、ね。よくわかんないけどなんか有名な人なのかな<ー>みたいな。まあそこが結構ねラッキーですけど。ああそっかそっか。うん、すごいね。そうだからなんかそれで、うん、その挨拶もない。 挨拶時間もないんで「えー、あどうもはじめまして」みたいなこと言ってたら、うん、それだけで12分経っちゃうから、うん、そこもカットしてそ放送前に話しない一応あいさつしますよそれは、うん、本人とはね挨拶ぐらいするけど、うん、もう完全に知ってる知り合いだったみたいな体で「うん、始めてください」と。 友達同士がなんかビデオを見てなんかくっちゃべるみたいなそういう感覚でも好きなこと話してくださいみたいな感じだったから本当に好きなことを話すだけで緒方さんもめっちゃ接しやすいというかもうんか全然気ぃ遣わなくていいんでみたいな感じでもう本当フラットにでも緒方さんがさ原宿さんを見る目をはさ「こいつ何者なんだよ」っていう目線だね。でしょうねとは。 何を聞いていいんだみたいなすごい暗中模索感の顔してたなんか考察とか好きそうですよねとかね完全にもう見た目で考察好きそうだからとか別に俺考察の実績なんかないんですけど別にクイズとかも強くないしめっちゃ好きですって断言してたじゃんでもそう言わないともうさ通じないじゃんその場でじゃあなんで危険度よ世に繋がらざるを得ないんで考察好きなんすよみたいな別に嫌いではない。 嫌いでね、そう,や、ね、こうだよよねねやるだからまあそれで話すようするっていうだけで<ー>それでもうまとめて3本撮りで撮、うん、すげえ3本も撮ったの3勝なんだそそうそうだから全最初1本目意味全然進まなかったんだまああとあれは後半もあるんでまた後半また違った展開みたいなのがあってで最後なんかその解決編みたいなあーなるほどねとこまで行くんですけどもうとにかくさ尺がもうさ本当は俺もうあれ以上結構喋ってたんですけどそうだろうねきっと。 使うところはほとんどないか本当、うん、断片的にバンパッパッていうのでな、ね、でもまあなんかすごいですねもうその,その感じもなんかすごいな<ー>これがやっぱテレビなんだなっていうおーおーだから本当にもう無駄話を使ってる時間がないからもう単語というかもう聞くセリフだけを抜き出してもう切りハリですよねおーおーもうあれは。 確かにちょっとっう、うん、なんか最初の言ってたことと途中で言ってたことってちょっと違う感じがあったもんね。だからこう結構テレビって短い時間でうん、うん、バッってこう言わないと、うん、こう使えないんだなと思ってこれはあれっすよねあ,のあれでなんかこうなってみたいな論理を組み立てて喋ってたらうん、うん、そ使えないんですよ。なるほど だからその部品だけ置いてくるみたいな感じでこれあれですよって。なるほどね とにかく短い時間でテテレビククニッ短い時間でとにかくバって言い切る,なるほどこれがやっぱテレビなんだって<ー>改めてなんか感じましたまあそうじゃないテレビももちろんあるとは思いますけど、うん、YouTube とは全然違うあんぐらい時間短かったらやっぱそうだなっていう感覚がありましたね,ねは面白いですねだからもう本当テレビはやっぱもう切り捨てる。 切り捨て全てを、まあ、捨てて、うん、とにかく使いやすいように使いやすい政府を短い時間で置いてくるだけそうそれによるやっぱり炎上とかもたくさんあるでしょうねいこれはそういう世界だって思いましたね テレビってそうなんだ。だから僕はもうこの世界で生きていくんで。嘘つけよ。短い時間、アリスパの逆。アリスパの逆だよね。短い時間で強烈なフレーズだけを。できんのそんなこと。いてくる。いける。こんなんじゃ日本はダメですよ。お。いける。置いてくれ。ば置いてくれば使ってくれる。それだけ置いてくればね。おって。なるほど。待ってましたですよ。ああなるほど。これ使いやすいぞ。もうとにかくねその編集が決めるんですよテレビってそうかそうか。 な俺はとにかく素材を置いてくればいいんだと思って。あ じゃあ石丸さんとかも素材置きまくってるもん、ねうん、素材置きまくりっていう <laughs> 素,材素材置き人間、ね、あんなおいしいことはないんですよ <laughs> よ、ね、これどこすごいなこの人みたいな最高 <laughs> 気持ちいいっていう編集マン大喜びだそうか、うん、なるほどねこれだからすごいやっぱテレビ的なものっていうのはあるなって出てみるとすごい感じる人間が変わっちゃうじゃんそい、ね、変わりますこれは。 そうかよくないね、うん、じゃあもうこれからはちょっと <laughs> 何を何そういう人間なんですかもねアリスパから距離を置かせていただいていだ四角と丸の眼鏡とかかけ始める<う> <laughs> <laughs> あれもやっぱテレビですよね短い時間でやっぱ近くと丸の眼鏡かけてる人だっていうのを置いてきてる完全に置いてるねあれやっぱすごい詳しい人がやっぱ裏にいるんだろうなっていうあそっかそっか俺も多分ねやめてよテレビ出るようになったらそのフィクサーみたいなやつから「近くと丸の眼鏡」「でそれだ最初はそれなのみんなそれだけなのかけてきて」って言われるんだろうなあ なんかやっぱそういう感じしますね。いや、なるほどね。でも,でも体験として面白いし、あ,<ー>あとなんかすげえなと思ったんだけどさ、うん、そのまあ、帰りね、まあ、なんか渋谷のあの金ペみたいな感じだったんで、ま渋谷に歩いて、まあ、帰りも帰ろうかなって思ってたら、なんか今タクシー呼んだんでって言って、そうタクシーチケットっていうのをさ、えー、まだにそんなんくれんだそう、出してくれて。えー タクシーチケットって聞いいたたことあるそれもらみよなテレビ局から帰るときに使うやつだよく聞くやつそうあこんなんかでも俺初めてだからどういうこれ仕組みなんだろうみたいな運転手さん何て言えばいいのかなって探りながらタクシーに乗ってでこれってなんかどういうえ渋谷駅まででいいんですかねって言ったら「よ なんかどうでもみたいな。そうなんだ。無限なんですよ。ええ。あ、じゃあもう生産はテレビ局。生さはもうテレビ局に行ってて。じゃもういくらでもいいんだ。いくらでもどこに行ってもなんかいいから。なるほど。だなんかいきなり新潟とか行っても。それはダメだ。それはそれはダメなんだな。さすがにダメなんだ。一応帰るっていうその目的がないとっていうことであるんだろうね。いやだからもう家まで。 えー、家まで行ったこの際だからもう別にいいよねって思って家まで行ったいいえいいじゃん,こんなだって深夜の15分番組でそうだよ、ね、俺別にそんなタクシーを呼んでくださいとも言ってないのにそんなことになるんだってすごいなっていう結構、うん、じゃあお金ってあるのかないや分かんないけどね,ねやっぱ規模が全然違うなって思ってい,いいですね どどんんそうやって文化人見たくなっていや楽ですよ楽ですよって言っていいのかそれは楽ですよ楽なんだ全部お膳立てされてて編集も正直もう知ったこっちゃないですからね俺もそうだよねだんだんそういう感覚になっていくなと思って確かに俺の預かり知らないとこで何かが起きてるなっていう感覚にどんどんなっていくなこれと思ってそっかおもてなとこだったら一応さ出る前に 内容チェックし何なら編集とか執筆とかもやるんでなんとなくコントロールが効いてるっていう感覚あるんですけどテレビとかもコントロール効かないなと思ってだからもう知らんなっていうやばくないなんか変なこと言ったらもうもうダメだっていう俺がんかいくらそんなこと言ってももうダメだ任せるしかないみたいなまあそれはそうだろうけどね 決まるというかあそうかそなんだ逆に<う>えでもそうなったらさ、うん、あんまやばいこと言わないようにしようってなっちゃうじゃないですか。うん、<れ>なるんだけど、うん、その使いやすくするためにはやっぱ結構その「わっ、うん!」て言うしかないっていう世界ですよこれは。そうとどんどんテレビの人になっちゃってるよんだからちょっとね反省とか後悔とかしてたらうん、うん、やっぱテレビは務まんないやばータモさんみたいなこと言い始めてる。やっぱこう言い淀んでるようじゃ <laughs> ちょっと君テレビ早いねうるせえよ <laughs> <laughs> お大して言ったことねえだろうおもう <laughs> ズバッともうダンって言わないと <laughs> やっぱズバッともう決め決めでもう決め打ちでもう言ってないまあ確かにそうなんだろうねうしどろもどろしてるようなやつはどうでもいいまあしどろもどろが面白いっていパターンもねああそういうパターン当あるとは思うんですけどもそうか、うん、いやでも売れてますなでもなんかその目標がよくわかんないじゃないですか 何もないですよねだから別に何になりたいとかもないですよねないんですよだからどう扱っていいかも周りからしたらねねえしかも結構年だしそこからどうすんだろうこの人みたいな感じですよねだからそのあれなんだよねこのはたから見てると原宿さんが何かのスペシャリストなわけではないないんですよ そこの何かがあったとしたら、うん、なんかドンと行っちゃうのかもしんないだからさかなクンだったら、うん、やっぱすごい,いすそうそう,そう分かりやすいもん魚って、うん、っうん。それがないんですよね別にじゃあ魚いく魚いくか <laughs> だ、ね、<laughs> 絶対ダメだよ魚今更さ行っても魚とか虫とかね <laughs> 虫いるんだって絶対一 1>, 1個そういうのあったらやっぱそうそうなんかねいいんですけどね なやっぱインターネットなのかもね、まあ、インターネットを昔からやってるぐらいしかもうないですけどねでも,もインターネット文化人っていう枠がなのかもな今そう,そうなのかなちょっと嫌になっちゃってんじゃないなんかでもやっぱ俺っていうよりは、うん、結構やっぱみんなが頑張っておもころっていう。 ものが、なんかイメージが、なんか膨らんでるというか、まあ知名度なのかもしれないですけど。まあ受けつの本がね、めっちゃ売れたりとかさ。おもころ、ちょっとなんか。すごくない?。なんかおもころっていう幻想が今。いや、確かに。膨らんでるんで。バブルだわ。いや、そう。だから、もうあとはこの風船を俺が。いつか、自分であの、なんかこうドラッグとかをこうやることで。パチン。 <laughs> あっという間に割れるだろう、ね、あとはもうパチンのタイミングだけなんだろうなっていうことですよね,、はい、ねそっかそっかうんまあまあパチンとなっても面白いけどねね、うん、なんか来年20周年らしいんでえそうなんだこれパチンかなっていう <laughs>、まあ、ちょうどいい,い,いちょうどパチンかっていうのはやっぱ思ってますよねああいいですねだからだんだんちょっと挙動がおかしくなって <laughs> 怖いよあのアリスパだけパチンとしないでもらっていいですかねやっぱ夜のギャラ飲みあ ギャラ飲み発生するようにまずいよなるんでしょうねきっとこれからやばいなちょっと今テレビ業界に入っちゃったからなちょっと怖いですねあり得るぞこれギャラ飲みな最終的なところが待ってますからギャラ飲み待ってますよね絶対やんないよギャラ飲み何ギャラ飲み知らんけど意味がよく分かってないすげえつまんなそうどうすんのかなあれめっちゃ可愛い若い子が来るんだろうけどそこど喋る そしに喋ることがこっちはストレスだからなあーそれ悲しいな悲しいよ、うん、なんかさやっぱああいうちゃんと売れて<ー>ちゃんとなんか豪遊してる人に憧れな、ね、だ結局やっぱ欲望なんですよねテレビとかも YouTube とかもそうだけどさうん、うん、その人の欲望がどんだけ強いかっていうそうだよですよね、うん、でそれは本当そう思う、うん、やっぱ俺言い返りたくなっちゃうからさ欲求がないよね そう欲がやっぱないからな欲なんですよこの再生回数とかっていうのは確かにそうかもねその人の人欲以上にはやっぱなんないんんいですよや俺やっぱ今でこそすごいなって思うもんこのアリスパみたいな話で1万から2万回ってるっていうのはちょ多いなっていうぐらい思ってるぐらい,いそ,そんぐらいやっぱ欲が足りないな本当に。 なんで俺レンジローバーとか乗りたくないんだろうってやっぱ自分で悔しいもん <laughs> 悔,しい悔しいです <laughs> なんで俺レンジローバー欲しくねえんだよってほだよ乗ってくれよよく見ろレンジローバーをって <laughs> レンジローバーなんだ <laughs> いやわかんないけど欲求の最大がなんかレンジローバー買いがちな感じするから <laughs> ああああ なんかないのかよみたいなそうね別荘とかさ別荘も行って半年に1回とかだったらさ現実見ちゃうと思うちゃうよねだるくなるよだるいなみたいな高いしいやそうだねそう俺最近あれなんだよなママ友達にバレたというこのおもころに関わってることがバレてえすごいね そうなんですよ。それでめっちゃ言われたんです。原原宿さんだって言われて、原宿さんだよ。また原宿の話かいなんでなんで俺が原宿？いやいや、おもころの原宿は知ってて、チャンネルじゃない。俺は知らないけどっていうさ。だけどここで一緒にやってることが、へえ。あ、じゃ聞いてる。聞いてはいないかもしれないけど、まあでもなんとなくちらっとは見たの。そうそうそう。でバレバレてなんかやりづらいと思って。 あの人舞茸食べてりゃ問題なしの人を聞いてくれてるあの人は分かんないなもう心とか一切聞かないですかどまいのことしか信じてないからそうなんですよねもうだから結構だからもう浸透してってるんですよ確かにねうんでんなんでそこに気づかれたかっていうとさうちの娘がね俺が書いた本が図書室にあったんだってええすごいそれを 自慢したかったらしくて、先生に、うちの子ってめちゃくちゃ社交性ないんだけど、あの全然先生に話しかけたこと一度もなかったんだけど、えその時にそう、この本だけは自慢したいと思ったらしく、本持ってって、先生にこうやって、うん、うんっつって、見せて、どうした、どうしたのこれ、これ、お父さん。お父さん書いてるそれ、すげぇ それからなんかあの人そうなんだみたいなへーめっちゃいい話じゃんなんかいいねいいねっちゃいいんだけどお父さんを自慢したかったっていう <laughs> まあでも 自慢はやっぱ子供って自慢したいからねうけつみたいなもんですからね状況としてはまあね受けつだったらねそれはもうもっと自慢してくれ状況はもう受けつと同じ状況だけその状況だけ見たらねうけつと同じようなもんだっていう認識でみんながこうそうねそうよそうよ受けつと同じ場所にいるんだいるからそうだなんでアリスパも続けつつちょっとね あのテレビとかの,あの昼帯のお仕事とか, <laughs> か <laughs> アリスパ続けながら昼帯やってるやつ絶対いないの、ね、<laughs> 冠番組 <laughs> 冠番組あってもアリスパやポンってやめないでねいいなそ,のそれがやればやるほどアリスパがお面白くなるから、ね。TVK で旅の 番組みたいな <laughs> TVK な,なんかデビット・伊藤のポジションとかやめろデビット・伊藤勝手にポジションにすんのその辺がなんかちょうどいいな <laughs> みたいなそんな売れてねえだろお前 <laughs> でめちゃくちゃゃく売れてるみたいな話確かにちょっと今夢を語ってなんか一周した後の今夢みたいな感じになってなんで今地方タレントに落ち着いてみたいなお前そこまで行ってないかんか一段落した後に結局地方でさみたいな話に今もう入って中央でまだ怖いな入ってないんだ実績あるんだと勘違いして怖いねすごいなあの深夜の一本でここまで天狗になれんのかもいやすごい不気味な答え出ただけでこんな こんなにやっぱ思い上がってしまったというテレビってやっぱ怖いなめちゃくちゃじゃんこの人思い上がりすぎて深夜3時の15分にちょっと出ただけびっくりした俺もなんか途中からなんか売れてる人と話してるみたいな気持ちになっちゃっすさやっぱテレビはやっぱ人を狂わせるんでんかお気をつけくださいということでを忘れないいでくださはいというわけで今日も初心に戻ってアリッチャリスパークやっていきたいと思いますそれではいきましょう

<あ>ああいる人かあ,れですよあなたはやっぱいる人を読んでる時が一番幸せそうですよ、ね、<laughs> あじゃあ一生ここで終わるんだ俺はそうですよねまあでもで面白いからねやっぱ面白いです読んでいきたいですよこれは、えー、じゃあいる人いきますかはい、えー、ではみずみずしさん<お>みずみずしさんのいる人漫画を読み返す時一巻から読み返すのは怖いので「 2巻または3巻から読み始める人あ<ー>んかこれすげえわかるな <laughs> うん、うん、1>, 1巻からって何か重くないすごい,重い始まりは重い始まりってなんかちょっとこう体力使うんだよなそうだねやっぱゼロ一だから話が転がり始めたとこからもう読みたいなみたいなそれはそうだねう確かにその通りだわそうまあ最初はやっぱ1巻読まざるを得ないんだけどそりゃそうでしょ、うん、なんかこう1巻で起こることってすごいさ、うん、でかいからわかる そこもう一回通るのがちょっときついんだよな。そうそうあとやっぱ五六日まで行っちゃうと一巻つまんないんだよね。ああもう知らないからねそのそう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 先の展開は。 <い>うん、なんかもうその後やっぱすごいさ<ー>エネルギッシュなことがあんのに一巻はやっぱちっちゃいからまだ,なだな。なんかやっぱまどろっこしいんですよねその一巻の最初の説明とかそのそ、ねうん、挨拶じゃないけどもやっぱ新一とミギーがさ、うん、その初めて出会ってなんだこいつみたいなことってもうさ飛ばしたいって知ってるしうわーってなってる。うんうん あの体に対応してるところとか、どうでもいいよ。新一とミギーが仲良くなってからよみたい,い、<laughs> いつまで寄生獣の話してる <laughs> 例え話、俺は。一生しますよ、俺は。寄生獣の話はもう。なんだよ。全部が一番面白いよ。やっぱ漫画の中で。どう考えても寄生獣。何年前だよ、マジで。あるだろう、もっといっぱい。では続いて。ええー、ぽんちゃん。ぽんちゃんさん。ぽんちゃんさんの。いる人。 ここ10年くらい、製氷皿で氷を作っていないことに気づいてしまった人。あー、これ確かにね。人類は気づいてしまったな。なんであんな作ってたんだろう、氷。ね、いやまずそうだよね。<laughs> いやの成氷器のなんかいうよねその白いとなんか。そう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 、いやいいんだけどね。うん カルキ州みたいいなそ、ね、そうそうやっぱ言いますもん、ね、そうあ,のあとあの中がなんか不衛生そうか、ねうん、っていうことで、うん、みんなやっぱ順評「純氷」そう「純氷<評>」あのさ氷やっぱちょっとテンション上がるじゃん、うん、まあ綺麗だしねそうそうあれをたっぷり入れた飲み物って本当になんか、うん、なんかいいからリッチな気持ちになりますね本当にやっぱ贅沢ですよ贅沢考えてみたら氷は贅沢だよ 順なんてをちょっと俺の目が黒いうちは許せないどういうこと何を許せない純氷をがすことですか純氷をそんな使うなうちは<の>うちはもう子供には使わせたくない、ね、<laughs> お前調子のんなよと思うよ純、ね、氷だぞそうあ,あいつらさあいつらで <laughs> 子どもさちょなんか夜ちょっとした時にあれ、うん、口に入れたりするんだよ <laughs> 多いって思わないそれはいいけどさいいんだけどなんかやっぱすげえ贅沢品なような気するあんな100円200円とかでさ売っていいのって思っちゃうんだよなあまあそうそうもっとリッチなものなんじゃないのかって昔はだからめちゃくちゃねリッチなものだったけど氷ってこんなんでいいのかみたいなちょっと感じますけどねまあ水がね日本は豊富らんあそうかはいでは続いてはい まどいにまどいてまどいけりさんまどいにまどいてまどいけりさんのいる人ため口でいいよって言ってくる先輩いるよなんかこれ最近俺ツイッターで見たんだけどはいはいはい なんかそのタメ口でいいよって言われてもこっちは敬語の距離感を保ちたいんだわわ、うん、かるかるそんな行くつもりないんですよ敬語で接したいんでそっちからそのタメ口の圧を言われても困る結構これってなんかすごい優しいっていうかなんていうの,その気遣わないように見せかけていやすごいハラスメントだよねそう<ー>結構やばいなっていう自分のことしか見えてないんだろうなみたいな感覚する こため口でい,いよなんか自分がタメ口で使われるような人間だと思ってることにおごり高ぶるなよって思う、うん、<laughs> まずおごりがあるんじゃないかっていう <laughs> いやお前そんなレベルじゃないよって思うよねそうそうなんかさ敬語の方が全然楽しく喋れるよねだからなんかさタメ口でいいよ、まあ、そういう気持ちがあるのはまず、まあ、いいいいあまあいいと、ね、思うんですけどうん、うん、まずこの時点では敬語じゃないかって思うんですよ おーため口でいいですよ。ため口ってどうなんですかねみたいな。ああそう例えば例えば仮に仮に僕たちがその今敬語なんですけどため口で話すっていうことになるとこれどう思いますみたいな。あまり暗いなそれはそれでちょっと回しすぎ。どちょっとそれ聞かれたときにえなんて答えたらいいの。 どうすかでもいいんじゃないですかみたいなそっかそれはそれでちょっとでも急に言われるよりかは入りやすいかもんかやっぱちょっとあとんかため口で話そうよってなってちょっとため口になった後に関係が逆にぎくしゃくすることああるるともあるよねあるある。 そうそう、うん、なんかタメ口で言え、喋れないから喋りかけられなくなっちゃうみたいなあれが嫌ですごい仲良くてタメ口で喋りたいんだけど、うん、踏み込めないってことあるあ,あるよな、うん、でもなんかやっぱ俺敬語のやりとりの方がちょっと好きかもそれもあるうん分、うん、かるよか <laughs> でもなんか やっぱりタメ口の方が距離は近くなってなんか違う面白さ出ると思うからどっちもどっちだと思うどっちの良さもある逆にそうなったらもうガンガン行った方がいいタメ口で最初に遠慮しないようにするでもむちゃくちゃそこで話しまくると次会った時もいけるんだけどそこちょっと遠慮した喋りだともう終わるんですだからもう踏み込んだらもう最後までもう走り抜かないとダメですうね では続いて、えええー、ラップバトルさんラップバトルさんのいる人流れているアナウンスを聞く時に斜め上を眺める人。見るね、これは見る見るなんで斜め上を眺めるんだろう <laughs> なんか聞いてる感みたいな出すよね<ー>やっぱり。 私これを今聞いていいてますみたいな感じ別に下向いててもさ聞いてはいるはずなんだけどなんか斜め上を見ることによって、うん、私は今この情報に注目してますっていうようなサインをなんか出すよね。 こうなんか心理学とかでさよく言われるじゃん、うん、なんか考え事してるときに左斜め出たおすしの心理学 <laughs> おすしの心理学初めて明日から使える, <laughs> 使えるお寿司のビジネス心理学絶対,絶対ダメだ腕を組んでいる人は心を開いていない <laughs> 全員が知ってるやつだそれ <laughs> でもそのそれと同じレベルで左斜め上を見るとき、はいうん、ある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 あの考え事してるときだよめっちゃ書いてるそれ、うん <laughs> 嘘つく時とか左上考えるとかねだから曲聞いた時に左上を見るっていうのはその曲をなんだろうね思い出そうとしてるっていう感じがあるのが何かの記憶を引き出そうとしてるな何か記憶とも関係あるってことなのかなその聞くっていうことが。 まあ確かにね文章と違ってその次に何言うかよく分かってないっていう状態はあるもんね。んいいですね。お寿司のビジネス心理学も <laughs> 新ネタあったらぜひ。では続いて「刺さった氷さん」刺さった氷「刺さった氷さん」のいる人「<noise> 君が代」の岩尾となり手を岩の音が鳴って という意味だと思っていた人。ああ<ー> <laughs>、岩尾。岩尾となりて。ああ<ー>、さざれいしの。岩尾となりてっていうの。岩尾と。岩尾と。なってるっていう。あ<ー> <noise> あ、ね、なるほど。わかりにくい。わかりにくい。あの、全部知らないけどって思んだよ。そうそうそう。いや、ほ、いろんな勘違いしてるよ。ここ君が代の言葉。うん、全部知らないですっていう。わかる。<laughs> けのむす。のむすまで。まあ、じゃないんで。ころも悪い。むすって。そう、むす。なんなんだろうな。本当。なんだろうね。なんか、なん。あれですよね。岩尾って、その厳しいみたいな字のさ。岩尾。そうだね。あれなんだよな。その。さざれ石。さざれ石が、なんかちっちゃい石だったのかな。うん。大きくなるまでってこと。うん。ってことなのかな。な、なにそれ。なにそれ。 まあまあ意味とか考えたらね。気味がよって、何なんだって思うよこれな。最初低いよな。低いね。最初低いな。確かにな。もっと中間から言ってもいいのになって思うよな。なるほど、そっか、低いか。やっぱこれまあ重厚感みたいな一種してんだ重厚なのかなやっぱり。最初やっぱり高いパターンも作ったのかな。 2体目でしたね最初の「君が代」で太鼓やっぱねダイヤン持ってて高い方もあったけどやっぱこんぐらいから入りたいねやっぱそうだよね高いのおかしいもんだって絶対木から入るとちょっとなんか間抜けかなみたいな気持ちはそれで低くなったんでしょうきっとねでは続いてボボちゃんさんボボちゃんさんのいる人 へそのごまという表現が気に食わない人。なんで。これ考えるとちょっと汚いよね。気持ち悪い。確かに気持ち悪いなんか。 にしちゃうとなんかいろいろちょっと気持ち悪くなるっていうなんでこれ定着しちゃったのかなっていうまあでもごま見たからでしょ普通にだからへその砂とかでも良かったわけでしょ自然界にあるものとかさなんで食べ物とここを合わせちゃったんだろう確かちょっとごま食う時とかもさちょっと入ってくるじゃんんかずかにずかに感がちょっ本当にわずかだけどわずかに入ってくるっていうさなんでわ わわざわざこれをメインに据えちゃったんだろうと思っていやでも確かに昔の方がもっとゴマじゃなかったへそのゴミってあーわかるねえもっと黒かったよ黒かったよねよ最近なんかちょっとさ、うん、薄茶色がかってるというか <laughs> その話もなんかちょっと嫌なんだよな <laughs> 人のそのへその赤の色の話とかもいや俺今すっげえもうてんだ、うん、なんかちっちゃい頃もっとゴマだったわまあ確かに じゃなななくってんか黒かったような気するよね環境の変化これもしかしてでもこれ「ごま」って言うなよってちょっとさ「うっ」てなるんじゃないの普通はって今の感覚だとそうだけどなまあもっとちょっと食べ物から話してもよかったのかなって思うけどごま業界はふざけんなゴマうふざけんなだろうね思っちゃうからねこれはねなるほどはいでは続いてはい七草がいるさ 七草がゆさんのいる人自宅にあったものを職場に持っていくとなんだか小さくて弱々しいなぁと感じる人 <laughs> めっちゃ面白いあーすごいあーいい、うん、自宅にあるものをなんか会社でっ,った時の何か,か,か,かあ,あれっていうひ弱だなみたいなわ <laughs> かる <laughs> なんか家で見た時もうちょっとちゃんとしてたんだけどっていう,うんなんだろうねなんかやっぱこの「晴れの場」と「 ね、<ー>家っていうのはんかやっぱ違うのかな感覚がいや違うんだねんいやそれってすごい子供に思うことと多分一緒だよねあっ子供にやっぱ子供ってなんか外の世界にいるとすごい一部なんだなってかる大勢の中のっていううね、うん、やっぱ家だとすごい凛と輝いてるのに、うん、<laughs> 存在感が,在感が外にいるとまあまあ他の子たちと同じ感いなねそう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 ,うーん あなんかそれと似てんのかもねかも,のものもそうなのかも結構違うんだね。家の中と外では感覚が、ね、あい続いて、えー、国木田らどっぽさん。まんまですか <laughs> まんま文豪の名前をまんま送ってきいる人。人、はい、情熱が熱がいもののであるのに対し 理性が冷たいものとされていることに、納得がいってない人。ああ、なるほど。あ、まあ、ないからね、別に熱いも冷たいも。そうだよね、うん。まあ、情熱はなんか、そのさ。のっ熱っていう字て <laughs> 感じが入ってる、ね。ってるから、まあまあ、暑くても。うん,うん。なんとなくいいのかなと思うけど、うんうん、別に理性に関しては。うん,うん。なんか、そんな。氷。とか。うん、まあ、そこまでね。冷たく,なくていい。冷たいみたいな。感じはないはずなんだけど、なんか、その。 対極にあるような感じするから。かもしかしたら理性もめちゃくちゃ熱いかもしれないじゃないですか。うん、確かに理性が熱い可能性はあるよね。うん、そう。うんうん、でもなんかやっぱ情熱と比べられるから。そうだね。ちょっとクールみたいな感覚になっちゃってるな。いや、でもまあ致し方ないと思いますけどね。うん、いや、熱くあってほしい。うん、熱い理性ってなんかかっこいい。かっこいいね、それは。うん、確かに。でも、俺、エネルギー量の、うん。 違いいだと思ますエネルギー量の違いエネルギーの法則の違いだと思うああんか質量保存みたいそうそう要するに熱量っていうのはアクティブに動くじゃないですか動くやっぱ運動量が動いてるところに熱っていうエネルギーが生じるっていうのは物理学じゃないですか基本じゃないですかでも理性はやっぱり今イメージだけど座って冷静に考えてるまあ判断してと動きがないですよね だから運動量的にはやっぱ低いからエネルギーも生まれない熱が生まれない冷たい。冷たい っていう理屈か。じゃない。確かにめちゃくちゃ走りながら、理性ーみたいな,な。何だ、そいつは。感じはな、な、出ないもん、ね。で <laughs> ない。で、ね、ない。やっぱ、うん、うん。反復横飛びしながら。<laughs> そうそうすげえ理性ーみたいな。おかしい。感じはやっぱないもんな。<laughs> そうなんだ。多分、やっぱ運動量の差な気がします、ね。<laughs> そっか。やっぱ情熱は確かに動いてる感じがあるもんね。うん,う,んうん。うん。うん。 というわけで論破ということで。<laughs> いや、これ、これをなんか勝手に論破っつったら、<laughs> 投稿者めっちゃ怒りそう。だよ <laughs> はい、じゃあ、最後かな。はい、えー。シクートさん。シクートさん。シクートさんのいる人。検索をジェスチャーで表すとき右手でマウスを動かす動作をする人。ああ<ー>、<laughs> なるほど。検索ああ。いるかも。検索のジェスチャーって、確かに、その。 キーボードをカタカタって打つのを検索っていうのかスマホを持ってる感じでこのタップみたいなのを検索検索みたいなことなのかそのマウスを動かして検索っていうのか。 確かに人によって変わるのか。確かに。なんかマウスを動かすとちょっとなんか面白い。面白い確かに。何して。なんか面白いなマウスのジェスチャー。わかる。検索した方がってマウス動かしてる人。ちょっと面白いな。確かに。それは検索ではなくないみたいな。確かに。それジェスチャーゲームで検索って出てマウス動かしてたら当てらんないな。面白いねこれ。検索のジェスチャーって面白いな。確かに。検索つったらもう今スマホのなんかあれになっちゃうから。まあそうだね。フリ クリックになるかな。スワイプになるね。スワイプか、検索。スマホにやっぱなるかな。八割は。うん、今はそうかもね。カタカタ。カタカ。まあ、検索、検索みたいな。ジェスチャー、昔、ちょっと前までは、なんかキーボード叩いてのやってた。気がするキーボードのデバイスがもうね。スマホにやっぱ、もう取って変わられてる。そうだね。ここがやっぱないっていう。マウスもやっぱ、だいぶ少ない。 検索の時マウスを動かしてる人に会ったらめっちゃレアすぐあれは嬉しいビニール袋に入れた方がいいたいわちょっと統計取りたいなこれなあ取りたい水曜日のダウンタウンとかでありそうそれでマウスを動かした人やっぱすごいいい人だなってなかかんないけど少ない人いい人と思いがちだああこの人いいなって思っちゃいそういまだにそれっていうマウスだっていいなって思ってしかもこういうなんかなんか。 安そうなガ<ー>チャガチ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 ガリガリガリみたいなやつをね <laughs> 使ってそうみたいないいいすねああ面白いこれはいというわけで皆さんもいる人思いついたら送ってくださいさあ実はね でに売れてるんで、おうおうその東京芸大ってあるじゃないですか。はいはい、芸大。芸大。はいはい。芸大の、うん、なんか学祭。お学祭。の実行委員の人から連絡もらって。うんうん、そパンフレットに原宿さんのインタビューを載せたい。って言うんですよ、えー。ふざけんなよ、マジ。芸大まで行ったかっていう、その、ね。落ちぶれたな、芸大。うん <laughs> ダメだろうこんなとこになっちゃう、うん、あねえちょっともうまあ申し訳ないなというかその <laughs> いいんですかっていう気持ちあるんだけど <laughs> お,<う>おもころなんてものがねのなんか伝統ある芸大のいや芸大のやつはおもころ否定しないとダメじゃないですか <laughs> なんかわかんないおもころなんてよ <laughs> つまんねえよみたいなやつが芸大に行っててほしい。や俺古いのかな俺の発想。昔はそうだったと思うんだよなるほどね確実に。そうそうそう。違うだってさ芸術ってもっと崇高なはずなんだけどそう思ってる人も多分いるわ本当にいると思うれはなめんなと思ってる人も実際いると思う。 ただまあその実行委員の方は読んでくれててお、ね、話をということなんでもうね行ってきてさ何の話す、ねうん,なんかもう20代前半のやっぱさ若者がいて「ぜひすみませんありがとうございます」みたいな来ていただいてって言ってなんかよかったらこれみたいなこう手土産とかねいただいてありがとうございますって言って最近その原宿さんが結構感動したことってありますかみたいな。 ほんとに聞かせてくださいみたいな目で聞いてくるんで僕もやっぱ先週話した「太陽の塔」の話とかねそっちでもしてすごいな携帯でよく「太陽の塔」の話できて「太陽の塔」ってやっぱすごいんですかかっけえその話できるところがかっけえ今今です今太陽の塔すごいんですよさすが放送系そんな まあなんかちょっとそれだけだとちょっとあれかなと思ったんでカツ丼の話をしたのカツ丼ってなんかこの間食べたんですけどうん、うん、その蓋のついた丼のカツ丼ってあるんですよね。うんうん、であれを丼の蓋を開けて、うん、カツ丼がそこにバッて乗ってるっていう光景を見たときにうん、うん、俺なんかすごいそこに感動したんですよね <laughs> みたいな。<laughs> んなんかすごいいい光景だって思ってんかやっぱ、うん、結構人ってその太陽の塔とかにも感動できるんだけどうん、うん、やっぱそういう日常にも感動ってありますよね <laughs> ふざけんなよマジで <laughs> よくやってくれたなこいつ <laughs> マジかおいそんなことは臆面もなく言ってきたのもしかして感動って強いですよね <laughs> すげえ 今感動できる人って本当世の中的にも強いと思います。ムカ、うん、<laughs> <laughs> つく喋り方、喋 <laughs> り方ムカつく感じになってきてるじゃん。っていうのを話したらもう本当純粋にダメだって。<laughs> そうですよね。よね目覚ませってマジでそんな。本当にそうだと思いますみたいな。<laughs>

いやだって芸大のハップワーカ見に行ったらさめちゃくちゃすごいじゃんすごいっすよ入れないんだから絶対入れないじゃん原宿さんがどんなに頑張っても入れる格好じゃないじゃん芸大ってもうめちゃくちゃむずいですからだから原宿さんよりすごいやつらが絶対入ってるそうなんだよその子たちがもうすごいねやっぱでもそれが社会だよねある意味まある意味ねなんかそういうことでもあるよな すげえなそんないやちょっとねカツ丼の話してカツ丼の話して、うん、<laughs> すごいねよく,よくそんな思いつくな、うん、そこでやっぱ割り切ってない人はやっぱお呼びじゃないんだよね、うん、<laughs> <や>ど,どんなそうなんですよね結局<ー>なんていうかもうなんか俺じゃないじゃんその呼んでくれた人って<ー>別に俺がそこで遠慮する必要というか,、うん、なんか変にこうさあ なんかすみませんみたいな変なやつ来ちゃってみたいなの逆になんかいらないなみたいなそうそういやそれ偉いもうやっぱ身を委ねないととか素晴らしいっすわんかそこでだからもう言ってやろうと思ってすごいっすわもう止まんないな ちょっと止まんないかもしれないですね。止まんないよこの人。どんどん出ちゃうかもしれないんで、<laughs> まあイベントとかも結構出る予定もありますんで、いいね、はい皆さんもぜひ遊びに来てください,はい、はい、ということで、はい、えー、今週もありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。